い、趣味で集めてたんですよ、はい、それを今こう日本ちょっと日本に帰ることになりまして、はい、それで集めてたものを日本にとりあえず送って、はい、でじゃあそれならばちょっと行ってみようかなみたいな感じで、あ、特にそのお店を出してるってわけじゃなくて、ないんです、はい、で、はい、今インターネットをやったりこうイベント出店したりとかしてて、はい、まあちょっといろんな、はい、こういったその出せるところへ出店して、はい、そうですね、はい、今のところ将来何回目ぐらいなんですか。ここは今日初めてなんですけど、はいはいはい、松本の古市みたいなとこやったりとかしてて、はい、うん、どうですか、あのその好評っていうか、はい、でもそうですね、長野あたりあんまりアメリカンこうヴィンテージっていうのが少ないらしくて、うん、特にこういうファイヤーキングとかすごい初期の方はすごい人気で、はいはい、結構珍しがってはくれてはいるんですけど、ヴィンテージを集めたってことはなんかそういった趣味があったってことですね。昔からそうですね、アメリカの文化も好きだったし。どういうところが魅力なんですか。そうですね、うん、なんだろう日本にはない色合いだったり、変にここごついよとかね、こう繊細さはない感じではあるんですけど、そこがまた魅力でもあるし、なんかこう大雑把なイメージもあるんですけど、そうです、そうですねそこがこうアメリカ人気質のところもあって、でもこう文化浅い分受け入れやすいところもあるし、そうですね、あの皆さんにこのアメリカヴィンテージの良さを知っていただきたいので、どんどん進めたいので、ぜひともこちらこそよろしくお願いします。お店やってるわけじゃないんですよね。不定期なんですけど、あの、もしよろしくなんかありますか、はい、英語で書いてて分かんないんじゃないですか、ね、あ、大丈夫でございますよ告示上手なんです、はい、すいません、私たち長野市でやってます倉と申します、はい、今月の3月27日28日土曜日日曜日使いまして、家族で、集ってる場所ガレージがあります。そのガレージで、ガレージセールと称して第2回目の、お店皆さん見ていただきたくオープンしてます。よかったらあの、URL 等を使ってアクセスしていただいて、はい、後でじゃ書きます、ね、はい、はいはい、ぜひ、アクセスしていただいて、もし見ていただけるようならば、同じく共感していただけるようならと思ってますので、ぜひおいでくださいませということでぜひあの夢に向かって頑張ってください、はい、どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いします